こんにちは。朝6時半です。曇っています。今朝の気温はなんと14度もありました。暖かいです。大手まりの木の下のクリスマスローズ、みんな元気です。ついこの前まで気温がマイナスだったんですけどもね、朝からアネモネフルゲンス咲いています。ずいぶん潤ってますね。ポピー咲きアネモネも開き始めました。ラッパ水仙キングアルフレッド、これが咲き始めましたね。ボタンのつぼみがだんだん膨らんできたようです。芍薬も伸びてきましたね。大手まりの枝にシジュウカラが来ています。今日も、ひまわりの種つついてますね。これは牛脂を食べているところです。多分オスじゃないかなと思います。仲良しムクドリが今朝も仲良くパン粉をつついています。ヒヨドリのキヨワちゃんがいたんですが、メスのムクドリがキヨワちゃんを追い飛ばしてますね。あ、またですね。スローで見てください。別にキヨワちゃんは悪いことしてないんですけどもね。ムクドリもなかなか気が強いですね。シジュウカラは全然関係ないという感じですね。ハシボソガラスが電柱のてっぺんに止まっているんですが、雲の流れが早いです。だんだん風が出てくるようですね。10時半になりました。日差しが強いです。気温は 18.5 度まで上がっています。チギタリスの葉っぱに七星テントウが飛んできました。一度見てください。春の陽気に誘われて出てきたんだと思いますが、七星テントウはアブラムシを食べる益虫です。ミニチューリップの花が今にも開きそうです。ヒアシンスのピンク、綺麗に咲きましたね。そしてミニスイセン、ティタティタです。レンギョウの花が咲き始めました。大手まりもつぼみがはっきりと見えるようになりましたね。バタフライスイセン、アプリコットワールだと思います。まだ色がアプリコット色ではないんですが、こちらはアプリコット色になりました。椿、春植光です。どんどん風が強くなってきています。この椿、薄いピンクの可愛らしい花ですね。1時半です。いいお天気なんですが、霞んできました。気温は18度であまり変わっていません。ユーフォルビア、ウルフェニーです。恐竜を思わせるような形なんですが、前傾姿勢になってきました。デルフィニウムはすくすくと育っているようです。早咲きルピナスです。一部野ネズミに食べられましたが、他は大丈夫そうですね。バイモのつぼみが膨らんできました。明日にも咲きそうな感じですね。レンギョの花が朝よりも咲いていますね。去年はあまり刈り込みをせずに、放任していました。ブドウムスカリ、花数が増えてきました。分かりづらいと思うんですが、ヤグルマギク、つぼみができていました。これは種をまいた千鳥草ですね。育ってきています。アネモネフルゲンス、赤っぽいのが咲きました。今日は黄砂がだいぶ飛んでいるみたいですね。チッチの餌台がこんなに揺れています。チッチはやはり北に帰ったみたいですね。餌台は取り外そうと思います。マルオです。家の中は花粉も飛んでこないし、黄砂も飛んでこないし、快適だにゃっと言っています。母ちゃんは目の周りがかゆいです。今日はこの辺で、バイバイにゃん。